現在の香炉で鉄を作る方法は、石炭で作ったコークスを使って鉄鉱石から鉄を取り出します。今この方法では CO2 の排出を避けることができません。しかし JFE は発生する CO2 を回収してメタネーションと呼ばれる方法で、 CO2 を発生させない方法で作った水素ガスでメタンという物質に変え、このメタンを香炉で使うことで CO2 の発生量を少なくすることを考えているんだ。 CO2 をメタンに変えて炭素を繰り返し使う。これで CO2 の排出量を 50% 以上少なくすることを目指しているよ。これがカーボンリサイクル香炉なんだ。カーボンリサイクル香炉で再利用しきれない CO2 は、回収、再利用、貯留する CCUS という技術で CO2 が地球温暖化の原因にならないようにするよ。 CO2 をもとにメタノールなどの化学品やプラスチック製品などの化学製品を作ることができる。さらに JFE には使用済みプラスチックを香炉で使う技術があるから、これを使えば CO2 をプラスチックに変えて炭素を繰り返し使う、もう一つのカーボンリサイクルで CO2 の発生量をさらに少なくできるんだ。こうした技術でカーボンニュートラルを目指していくよ。